まあ、こういうふうに実際まばたきをするで、あの歯を削っているときにもし神経を傷つけてしまうようなところにこういうふうに行ってしまうと患者様顔を歪めるような、まあ、そういった動きもおそらく CG なら簡単にすることができます。はい、ちょっと弱いようにご説明いたします。このように手のひらを展開することで、はい、メニューを簡単に出すことができます。でこれはここにあるリープモーションが手の動きを読んでくれていますので、このようなことが可能です。このボタンですね、これが患者さんのメニュー画面になります。はい、こういう形ですね。で、まあ、患者さんをこのように呼び出したりですね、ここにメニューが出たり でレントゲンを出すことも実の患者さんにしますと、こういった形、でこういった形でレントゲンをクリックしていくと、このように自由に触ることができます。はい、例えばこういったレントゲンちょっと大きくして見てみたい、昔ならどうしてもこうした大きなディスプレイというのが必要になりますけど、これなら、まあ、あの当然 VR でいけることにはなるんですけど、この空間の中に実際置くことも横にのけることも、また簡単に小さくすることもできます。で例えばこのように並べることで、まあ、実際ここにあるのが、はい、で消すことも、うん、簡単にできます。はい、まあ、カルテの情報であったり、まあ、どうしても手袋をしている中で私たちもカルテを触ると、当然カルテもやっぱり、ね、血液だったり汚れます。患者さんにとってもやっぱりどっかを触ったて触れるというのはやっぱり難しいので、毎回手袋を新しくしないといけないんですけど、こういうふうにカルテの情報をこういった形で空中に出してあげることで清潔な中で、はい、あの見ることもできます。ページを送っていくという限りもこういった画面で全て行うことができます。はい、でまあ好きなところに当然置いておくことができます。ちょっと場所を接正面に向けます。はい、インプラントのインストレーションにちょっと入っていくようにします。じゃあ、はい、今日はこの部分の右下の奥まで、あのこの方には歯がないんですけど、この部分にインプラントを入れていく、はい、あの治療のデモンストレーションを行います。5番目の歯、これが4番目だと言われるものなんですけど、5番目の歯、6番目、7番目、3本歯がないうちの真ん中の部分、まあ、隣に歯をあのインプラントするのはそんな難しいことではないんですけど、1本飛んだ何もない平面の空間にインプラントするのは非常に難しいです。ですから逆にやれて、ちょっと今日は難しい方をちょっとやっていくようにします。はい、ちょっと横に置いておきます。はい、で、まあ、いろんなメニューがありますけど、今から私インプラントのことをさせてもらうようにします。まあ、このあたり見やすいところに、まあ、レントゲンだったり CT のデータを配置します。ちょっとこれぐらいにしておきましょうか。はい、でこのように XYZ、まあ、座標軸がインプラントのロボの場合には表示されます。当然本来はここにないものですけど、このように空中に、はい、表示されます。はい、ちょっとこれは誤動作をなくすように、これでスイッチをオフにしておきます。でも手の動きは生まれることはあります。ちょっとインプラントの方を見ていくようにします。まあ、ちょっとすみません、勉強がちょっと酔っていきますけど、見ていただいて分かる通り本来見えない模型の部分、まあ、手をかざせば分かりますけど、これが重ねられているところです。まあ、根っこは本来見えないものなんですけど、根っこが重ねられていたり、あとその中によく見ると神経が映っていますけど、こういった神経のデータというのも取得できます。で骨の中にこのように神経、下層神経と呼ばれるものなんですけど、赤いのがあの目標とするプランニング、設計したインプラントです。私はここに打ちた牛乳にして設計をしました。でもしこのドリルがこの緑の神経の部分をもし傷つけてしまうことがあれば、あの当然大きな事故になります。まあ、そういった事故というの報告もあの受けられているのはご存知だと思いますけど、実際に歯を削る中でこのように神経に位置が分かっていれば、でドリルをしているときに今どこを削っているのかというのがちょっとはっきり分かれば、
まあ、大きなトラブル、大きな事故っていうのはまあ少なくなるんではないかというふうに思います。まあ、直感的な確認することができます。はい、じゃあちょっと進めていくようにします。まず最初のポイントを聞いていくようにします。はい、この緑の点、ここにちょうど重なるように、待ってください。見てみてわかりますけど、この大体どのあたりかというのがあると。で、あとはまあ Z、ここの真ん中のなんですけど、これは座標とあのお届けしてますから、ちょうどこの緑の真ん中のところが合うようにすると、この青と赤の部分が重なるようになっています。はい、で、ここで少しだけ傷つけます。実際に今私が骨を削って、はい。で、最初のスタートポイントと言われる、あの始まりのポイントですね。これを決めることができました。続きましてスタートのポイントが決まりましたので、次は角度ですね。入るポイントが決まれば、あとは角度さえ決まれば、方向はあの方向であったり、バンクラビは確定することになります。こういった形ですね。はい、でちょっとモードを一度切り替えます。はい、これでジェスチャーを呼び出すことができます。でまあ、ドリリングモード、まあ、実際骨を削っていくものですね。そちらの方にちょっと入っていきます。はい、先ほど最初のスタートを決めた画面とどこが違うのかというと、下の部分にこのように大きなメニューが表示されます。あの深さの部分ですね。で今は、今日は 11.5 ミリというインプラントをしています。でまだ何も骨を削ったりもしてませんので、ちょ、まあ、12という値が出ています。で角度の部分ですね、これをしっかりと確認をして、まあ、ゆっくりと回ってても仕方ないですから、青と赤が正確に重なるポイントを見て少しずつ、はい、これを絶対ぶれないで、見ていただければ分かりますけど、下の方のメーター点もだん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 と12から少しずつ減ってきてます。これが目標となる最終的なポジションからどれだけの距離が残っているかということを示しています。ただ、まあ、口を見ながらこっち見てあっち見てってなるとちょっとややこしくなるので、実際中にはこういうふうに青いリングのようなのがついていますので、このリングが中央で収束すると、まあ、目標のポイントにとって、まあ、あの直感的に、数値ではなくて感覚的に分かるようにこのような場合を設定しています。うん、まあ、ポジションが赤いところと回せていないのが分かると思います。はい、じゃあ一旦最後まで進めていきます。はい、この形ですね。はい、これを繰り返していきます。今細いときにできましたけど、骨にいきなり大きなトリルを開けると、あの骨が熱を持ってしまったり後ずれてしまったりしますから、少しずつ拡大していきます。先ほど全く同じです。この赤と青が必ず同じぴったり重なるように意識しながら少しずつ進めていきます。はい、プラントの状態は X 軸、Y 軸でカットしている。Z 軸がこういう座標の平面の座標になります。はい、では進めていきます。はい、まあ、最後のポイントがずっとちょっと修正がいかないのがおかしいでしょうね。いきます。またえらいところに一つの方向に行ってしまいますから、慎重にゆっくりと進めていくようにします。
同じようにリングがちょっと意識をする。はい、OK です。まあ 0.3 ミリ、まあ十分許容範囲内で今止められたと思います。はい、まあ、デモンストレーション自体はここまでになりますけど、私はちょっとまだ今ちょっと確認はできていないんですけど、うん、そうですね。まあ、なかなかね、6番目の位置というのをね、ご説明するのが難しいんですけど、まあ、こういうふうにインプラントがぴったり、まあ、骨と同じ高さで、5番目の6番目の位置にぴったり入っているのが分かると思います。まあ、今までもあの私たちの精度の研修というのを何度かしてきましたけど、実際ドイツで13回のデモを行いましたけど、その13回のデモの13回全てで1ミリ以下の精度で全て満員することができました。まあ、ちょっと今回はちょっと検証する機会はちょっと今ないんですけど、まさに同じような結果でできていると思います。じゃあ軽いです。